おはようございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。どっか塾の久保でございます。今日はですね、皆さんからいただいたコメントについにね、タイピングでもう追いつかなくなっちゃったんで動画で返信をさせていただこうかと思います。まあ題してですね、コメント返しのパート5かな、5だと思いますんで、5か6なんですけども、今回すいません、5にさせていただきます。では早速画面を切り替えてコメントの方を読ませさせていただきますね。よろしくお願いします。はい、まずはですね、こちらですね、永遠ライダーさんが返信しました。久保さんの言われる通りです。事務所や官邸にメール電話してやります。納税者の皆さんも声を上げましょうということですね。これはね、麻生さんがその10万円の定額給付金の第2弾を出そうとした時に、政治資金パーティーで言われたそうなんですよ。これ10月24日の報道だったと思いますけども、まあ国民はみんなお金が余ってるよと、皆さんね、お金に困ってないでしょ、貯金増えてるでしょみたいなことを言われてたんですよ。で、詳しくは動画を見ていただきたいんですけども、まあそこに対してですよね、私は麻生さんの事務所に、いやそんなことないですよと、貯金が増えたのは貯金口座に、預金口座に振り込んだからでしょと。で、仮にそのお金をね、使っても今度使われた先の企業とか個人の預金口座が増えるんで、国民の預金が増えるんですよ、財政出動したら。これ減りようがないじゃないですか。国民の預金が減るときっていうのは、納税をしたときぐらいじゃないですかってことでお話したんですよね。まあ財務大臣ともあろう人がね、こういうふうな、財政出動のロジックをご存じないっていうかね、まあまさにね、貯金が増えたことが悪みたいな、10万円が役に立たなかったみたいなこととかね、あと国民はお金に困ってないみたいなことをね、何なんでしょうかね。国民がお金に困ってないって言うんだったら最初から10万円配ってないでしょ、そういう発想なんないでしょって話なんですけどね。まあめちゃくちゃだよねっていうことに対して、納税者の皆さんも声を上げましょうっていうふうに言ってくれましたね。そうなんですよ。声を上げることによって、気づいてもらえることもできます。たくさんの人がそういうふうな思いを持ってるんだなと、ちょっと違う考えを持たないといけないなっていうふうに気づいて、もらうことができます。ね。で、その下のコメントもですね。私も麻生さん意味わからない。官邸に今日もツイッターしました。貯金する余裕なんかないよと、本当国からの助けが必要な、市民が困ってるのに麻生さんはやめろと。本当その通りですよね。麻生さんなんでこんなね、トンチンカなことばかり言うんでしょうね。はい、ありがとうございます。次のコメントです。これは何でしょうかね。湘北高校の安西監督も言われてるじゃないですか。諦めたらそこで試合終了だよってことなんです。これは何かっていうと、特別定額金の第2弾がね、出ないって言ってる方もいるんですよ。こんなの無駄だよって。だからといって、行動をやめればそこで試合終了なんですよ。出ないを出るに刺すのは誰かっていうことなんですよ。出ないを出るにさせるのは私たちの行動でしょ？うん。だから、出ないっていうふうにね、下り顔の人もいるんですよ。確かにそうなんだと思いますよ。やすやすとね、特別定額金の第2弾、出してくれないかもしれません。でもなんで出してくれないかっていうと、国民が要求しないからじゃないですか。国民が要求をやめたのに、わざわざ出してくれるっていう、そんなことはないと思いますんで、ここはね、一発財政出動の第2弾、まだ全然足りないですよ。国民一人に100万円でもいいくらいなんですよ。このね、感覚を私は広めようとして YouTube 撮ってますからね。はい、次のコメント。みんながみんな裕福じゃないのは確かですね。本当にお金があるならホームレスの人存在しませんよ。それに借金すると失業者なんて出てきやしないはずですよ。その通りです。お金に困っている人から借金する人とか失業者が出てるわけなんですよね。仕事があるだけありがたい人も確かにいます。いろんな仕事もありますよ。けど今まで通りまともにもらっている会社勤めの人もいますが、そうでない人もいます。それが現実です。その通りなんですよ。そして年金もらっている人だってみんながみんな贅沢もらっているわけではないんですよ。たくさんもらっているわけではないんですよと。年金によって月々2万弱しかない人や1万数千円、5万ちょうどでどうやって生活するんですかと。そうですよね。年金だってね、みんなまちまちですからね。生活保護の人だってそう、生活保護 YouTuber のあやさちゃんといいますけども、生活保護もね、もらいっぱなしじゃないんですよ。もらったらもらったできついですからね。聞いたことはありますが、一月の生活費だけで6万円ぐらいです。その中で電気、電話、少々支払うとほぼ残らないと聞いてます。残らないですよね。その中で特別定額給付金はありがたいはずです。だからお願いしますと。特別定額金絶対に出してほしい。麻生議員、その他の議員の給料差し押さえまでしても、皆に特別給付金するべきです。この際コロナウイルスも落ち着くまで毎月15万。そうですよね。ほんとその通りですね。ちなみに麻生財務大臣は一食10万円のうな重をよく食べるそうですね。うらやましいですね。はい、次のコメントは、誰かな、これ、ありましたね。特別定額給付金の2回目はないと聞きました。そうかもしれませんね。だからこそ、出ないを
出るに変えましょう。私の気持ちはこれですよね。特別定額給付の第2弾はないっていうふうなことを言われる人に対して、だから黙ってるんですかってことなんですよ。ないと言われるんだったら、じゃあ出してくださいよってお願いすればいいんですよ。それだけなんですよ、私が言いたいのはね。この方と口論するつもりはありません。私の気持ちですね、それが。はい、次。これだな。麻生さんは生活困窮者、生活保護の人たちのことも考えてほしいですよね。その通りですよね。よく考えて発信してほしいですよね。で、小杉さん、今回もありがとうございます。支払いで全部5万消えると、それでも気分的に楽になる。そうなんですよ。ね、5万円、10万円振り込んでいただくと、確かにそれで人生が救われることはないです。ただね、やっぱり困った時に助けてくれるんだっていうふうな安心感があるじゃないですか。その安心感が国民の様々なところに広がっていけば、もう一回この政府にかけてみようかなっていうふうに思っていけると思うんですよ。で、そういうふうな心理的効果もありますからね。金額ではなくて気持ちだというふうなこともあります。次。中根のりこさんですね。いつもありがとうございます、のりこさん。麻生さんへ生活困窮者、生活保護の人たちも考えてほしいよ。そうですよね。同じようなこと書かれてますね。ほんとそうですね。これ、ちょっと見てください。久保さん、こんな、真面目なお話をしている中、私は久保さんを心配しています。なぜなら、久保さん、お顔が真っ赤で、血圧上がらないですか？大丈夫です、大丈夫です。あまり麻生さんのこと、怒りで、感情的な久保さんを心配しています。ほんとありがとうございます、お気遣い。中川さんですね。中川恵子さんですね。私も麻生さんの事務所にまた電話します。私、ついに昨日電話ね、出てくれなくなりました。やっぱやりすぎましたね。はい、次ですね。これは、まちこさんじゃないですか。マー君、レオン様、久保哲夫様は私たちを救いたくて、熱く温かい気持ちで伝えています。用意されれば、堂々と国民の方々のために強い使命感ある方です。私は動画いっぱい拝見してよくわかります。誠実さ、根性半端ない方です。私は尊敬してます。ありがとうございます。これはね、ある方がね、私テレビでもこういう話したいぐらいですよって言ったら、このマー君さんが、じゃあテレビに出て行ってくれよ、隠居してるんだからって書いてますんで、私どういう返信をしたかというと、ぜひね、紹介してくださいと。テレビ、マー君さんがテレビに出てくれっていうことなんで、じゃあお願いしますってことなんですよ。多分マー君さんは、テレビに出てくれっていうぐらいですから、テレビとのコネを持ってると思いますんで、ぜひね、出してください。私何でも喋りますよ。もう YouTube で喋り慣れてるんで、テレビにも何度か出ましたけどもね、へっちゃらですからね、テレビで喋ることなんて。全然同じです。これ花屋龍馬さんですね。花屋龍馬さんの動画に書き込んだ時です。花屋龍馬さんもすごいですよね。去年の今頃っていうのはまだお勤め人だったらしいですけども、今年のね、1月から、自分の事業を始めて、もうすっかりとね、チャンネル登録者数も増えて、よかったですね、花屋龍馬さんね。はい、次、春 TV 東北さん。多少の対処として、普段使いの紙マスクは使ってますが、全くと言わないまでも、ほぼコロナウイルスを通すそうです。見た目のマナーマンから見て、外出するときは使った方がいいでしょう。これね、花屋龍馬さんへの書き込みでちょっと失礼しますけども、マスクが意味があるのかないのかってことなんですけども、はっきり言って意味がないです。マスクなんてしても、コロナウイルスは透過します。全く意味ないです。だから、マスクをしててもしてなくても同じです。ただ、人の思い込みとして、マスクをしてる人を見たら、ちょっと安心するんですよね、今の時期は。だからいいんじゃないですか。マスクしたからといってね、迷惑はかかんないですから。迷惑なのは餃子さんぐらいですよ。次。人殺しサイコパスで有名な北村ピグミさん。ただし生ポ、富裕層、コロナ被害者、100人未満の件には必要ないと。これ生活保護じゃないわ。特別定額給付金のことですよね。特別定額給付金が、生活保護の方にも富裕層にもいらないんじゃないかなってことですけどもね。これはいろんな意見があると思いますんで、私からあえて特に何も言いません。いろんな意見があると思います。ですね。で、次、これですね。10万円もう1回とか、次は15万円とか、いや、5万円でしょうとか、いろいろ聞いたような気がしますけども、いくらでもありがたいです。その通りですよね。本当ありがたいです。本当。気持ちなんですよ、これ。本当にね。ポンとね、いただけたら、それでね、安心できるところがあるんですよね。クリスタルソーダさん、いつもありがとうございます。結局さ、給付金なんか追加支給するわけねえだろ、バーカってことが言いたいんだと思うよ。もう死にたい。死なないでくださいね。麻生さんなんかにね、殺されることはないです。もうこんな方がね、なんか言ったからといって、もう生きることはやめちゃダメですよ。もうこれをね、奮い立っていかないと。クソ、麻生に負けるかみたいな感じでね、行きましょう。クリスタルソーダさん、いつもありがとうございます。カトリアさんもね、いつもありがとうございます。次、のりこさんですね。
あ、先ほど読まさせていただきました。ありがとうございます。のりこさんの後はこれ。麻生さんですよね。麻生さんに対しては何を言ってもあっそうと聞き流しているかもねってことですね。ユニークなコメントいただきました。あ、ちょっと河合奈美さん、皆さんのこと読んでみましょうか。官邸に総理は麻生さんの言ってることに賛成ですか？それなら早く辞任してくださいと命令しました。いいですね。いや、本当ですよね。麻生さんの言ってることに賛成なんですかね。はい。ということでね、一旦ちょっとコメントの方は、ここで終わりですか。バンディーカムの方がね、10分で自動的に切れちゃうんですよ。ですんで、こっからバンディーカムを再開して、もう一回撮らさせていただきます。続きます。はい、画面切り替わりました。次のコメントは、これ。上から物言う麻生さんには、庶民の心は見えない。返信済みですね。カトリアさん、いつもね、コメントありがとうございます。カトリアさんにも本当にね、励まされますよ。次はこれですね。5月女、耐久さん。なぜ、安久さん。すいません、読み方違ってるかもしれません。貯金できるほどの裕福なら誰も10万円には頼っていない。今のご時世足りないに決まってるし、政府は税金で食ってるんだから涼しい顔で充実してるこちらは必死だわ。本当ですよね。あのね、税金で暮らしていらっしゃる方と税金を強制的に分取られる方、ここのね、差は大きいですよ。でしょ、公務員さんを軒並みこき下ろすつもりはありませんけども、このねコロナの大変さとか今年の財政上のきつさ、家計のきつさっていうのは公務員さんには、ね、全く分かってもらえないと思いますよ、で公務員さんに申し訳ないですけども、公務員頑張ってらっしゃる方にはね、公務員さんは給料は、ひどい言い方になりますけども努力に関わらず入ってきますからね。でも民間は違います。民間同士で努力をしている人から順番にお金配ってますから、だから結果として努力が足りないというふうに言われるともうねお金入ってこないんですよ。どんだけ命をかけてブラック労働してももらえないんですよね。でも公務員さん、特に、ブラックしなくてもお金入ってきますよね。だからそういうふうに、私も言いたくないですし思われてほしくないんですよ。本当にこれ公務員さん本当にありがたいな、もうどん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 お給料もらってもらっていいなっていうふうに思えるようなね、そういうふうなその市民とその納税者とね、税金から受益してる方の、益を得てる方のこの対立っていうのは、私もちょっとね、なくしていきたいなと思いますんで、ぜひね、公務員さんからの、こうね、なんかコメントもいただけたらなと思います。本当に公平な立場で、いろいろと論じてくださると思いますんでね。はい、こちらです。節子さん。節子さん、いつも病院で血液が高いので、前回の10万円で血液計を購入しました。あ、これもね、返信させていただきました。本当、節子さん、お辛いですね。あ、マー君レオンさんね。はい、その通りですね。はい。もし、菅内閣で何も起こせないなら、日本第一党の桜井誠を支持する、しない。あ、桜井さんね。桜井誠さんも結構、はっきりと言ってくれるんで、気持ちいいですよね。ちょっと怖いけどね。怖い人みたいですけどね。他はもういいかな？あ、これあった。麻生は恥を知れ。な、麻生は恥を知れですね。これね、山崎さんね。お気持ちわかりますと返信しておきましょう。もうでもいいかな、このぐらいで。ちょっとまだまだね、コメントがありますんで、あ、講義の動画のアップをしてください。こういうね、要望もありますね。麻生太郎事務所に講義の電話をしますけども、その時、ライブ放送なり、録画なりをしようかと思ったんですけども、まあでもそこまでするとね、なんか迷惑系 YouTuber、要するに、飯塚幸三さんのお宅に、なんかね、行く YouTuber さんいらっしゃるじゃないですか。それはさすがにね、ちょっと、私の、モラルから、あんまり同調できないんですよ、そういうのは。その個人の暮らしに、なんて言いますかね。あ、すいません。いろいろと話すとまたボロが出そうなんで、私のモラル的には、抗議の電話をしているところをアップして、なんかね、あまり良くないかなって気がしてきたんで、ちょっとそこは控えさせていただきたいなっていうのと、プラス、ついに私の方から麻生太郎事務所に電話することができなくなりました。皆さんしてください。だから私の代わりに。はい。次はね、あ、これこれこれ。今、麻生事務所にテルしましたが、
コールしたんですが出てくれませんでした。また時間を置いてチャレンジということで、私はね着信拒否になりました。もうなんかね出てくれなくなっちゃいましたよ。まあ気持ちは伝わったと思いますけどもね。講義の電話の動画アップしてください。はい、そうですね。他にもあるかな。もういいかな。あ、もしかしたら公務員になっちゃうしれない私が言うのもなんですが、やはり困ってる人を助けようという気持ちが欠けてますねと。人事の勧告で国家公務員、某みたい給与が減額され、その幸せは地方公務員にも波及します。民間でもボーナスの減額等が行われているご時世です。それでも麻生はこんなこと言ってるんだと思うと腹立たしいです。麻生は引退、いや麻生だけではなく他にも引退しないといけない政治家は多数います。国民を助けず自分たちの懐しか心配してない政治家は必要ありません。年寄りはさっさと政治の世界から消えてもらいたいです。どうなんですかね、65歳以上はもう政治の場に立たない方がいいと思うんですよ。60歳以上でもいいんですけども、要するにね、古い常識とか頭の固い人、しかも IT が使えない人がいることによって国民にいいことは全くないんですよね。だからセンスがいい方とかおしゃれな方とか、優しい方とかね、モテる方が政治家になった方がいいなと思いますよね。でも政治家さんを当選させるのは我々ですからね。困ったもんだ。はい、あ、これね、私も同じです。家族6人子供4人です。旦那の収入減ボーナスカット、私も就職なんで収入ゼロです。うわー大変だ。コロナの影響で応募した仕事全滅です。毎日どう生きていけばいいのか分かりません。不安しかありません。なのに税金はしっかり取られます。それなのに国民は助けてもらえないんですかね。明日は我が身と思ってしまう毎日。ね、本当そうですよね。だから金が配れないんだったら税金止めろよって話ですよね。なんか結局我々は兵糧攻めになってるわけなんですよ。感染症のせいというよりもこれは国策のせいで私たちは死に追いやられてますね。レゴレゴさん、久保さんいつもありがとうございます。今日は首相官邸にメールしましたが起きたら自民党にメールしようと思います。素晴らしい。久保さん、あ、小金虫さんもいつもありがとうございます。久保さんおっしゃる通りです。お金が足りなきゃ作ればいいんですよ。そう MMT ですね。はい、あ、ここにもまだ動画での返答をしていただきありがとうございます。とても嬉しいです。あ、すみません、ありがとうございます。正義さん、恥ずかしい国日本になったもんだ。麻生財務大臣の金困ってる人にあげたら、麻生財閥か、水利益でなきゃ政治家を辞めたらとかね、いろいろ書いてくれてます。ありがとうございます。麻生太郎税金泥棒ね、ルパン三世ですね。まさに麻生三世って感じですね。はい、次、税金を還付しましょう。税金の取りすぎで、預金して税金支払いに備えています。5月に納税は固定資産税、自動車税で10万以上払いました。本当ですよね。なんか税金がね、結構ね、高いんですよ。だから、これ冗談なく高いです。特にね、低所得者の税金って高いんですよ。高い、何ですか、高所得者っていうのは割合にお金が残るように課税されますけどもね。まあ、このぐらいにしときましょうか。あ、これだ。面白そうなの。え、どうなってるんだ。あ、ちょっと分かんないですね。カリンゴンさんって書いてあったような気がしたんですけども、カリンゴンさんの動画を見たことありますよ私。これでも宇治民党に投票する。この麻生太郎さんの顔や発言を見るために不快になるのは私だけではないと、お坊ちゃんには分からないと。本当ですよね。久保さん今回お怒りになってましたねと。怒りますよ私もね。まあね、怒った後は冷静にならないといけないですよね。太郎は太郎でも国民に必要ない、太郎、山本太郎さんが総理になったら財務省を解体する話なので麻生ともども解体してほしいです。山本太郎さんのね、本当に魅力はもう尽きないですね。預金が増えたのは給付金が銀行に含まれるから、その通り。貯金が増えたように見えただけと。税金は国民のお金、なんか勘違いしてる麻生太郎。麻生退職してください。国民は税金払っているのですよ。国民はお金をもらう権利あります。そうですよ、我々の金ですからね、もともと。麻生大臣候補、財務大臣候補、石破氏いいと思います。あ、石破さんね、衆議院の議員の数を減らせばもっと金が出てくる。麻生の給料、俺らが払った税金10万5万マジで今年中に出して、よく言えば年内に15万、合死しても本当切実だと思います。麻生太郎クビだ。政治家は何を思ってるのか。桃子さんありがとうございます。麻生さんやめてくださいとね。本当にやめてほしい人がたくさんいますよ麻生さん。ねえ、これ見てます？見てないでしょ。
麻生大臣何言ってるのか、倒産件数も増え失業者も増えてるのにお金に困ってないなんて本当だよね。麻生さん落としましょうね、本当。次あの方はボンボンなんで分かるはずがありません。はい、そうですよね。麻生大臣やめて麻生さんかなりバッシング受けてますよ。お金に困ってると、はい困ってます、破産寸前です。生太郎さん、母子家庭です。麻生さんの言葉で生きる気力が本当になくなりました。国民のこと何も分かってない。本当ね、腹が立ちますよね。麻生さん、大臣が出てくるときに、出待ちをして打ち明けると効果でそう。はい、ということでね、今回の書き込みはほとんどの方が麻生さんが辞めないともうどうしようもないよってことでございました。私も同じ気持ちでございます。麻生さんの気持ちが変わるんだったら麻生さんのままでもいいんですけども、どうもね、麻生さんっていうのは当てにならないですね。この人が国の財布を握ってる限りはこの国っていうのは豊かになることはないんじゃないですかね。そしてどんどん先進国としての地位は剥奪されて、他のいろんなね国が日本っていうのをね、どんどんこう、まあ軽んじていくというか、どんどん置いていかれるんじゃないですか、我々は。これ全部ね、麻生大臣が将来世代にも月を残す、その最悪の大臣だと思いますよ。この人がね、に大臣っていう名前がなんでついちゃうんでしょうかね。誰が麻生太郎投票したんですか。ね、投票した人はね、ちょっとね、なんか騙されちゃったんですね、きっとね。はい、ということで今回いろんな方のコメントを読ませさせていただきました。私も思うところ結構あったんですけども、皆さんもね、いかがだったでしょうか。中にはね、自分のコメント読まれてないよって方がいるかもしれませんけども、本当にそのぐらいね、私もコメントが追い切れなくなりました。私ね、基本的に一日中自由なんですよ。だからコメントずっと見てやられるんですけども、そんな私ももうね、対処できなくなりました。たった一人でやってますんで、さすがにね、本当ありがとうございます。でもね、コメントをいただけると私もね、励みになります。で、返信ができなかったり、返信動画作れないかもしれませんけども、必ず皆さんのは見てますんでね。ですんで、これからもしっかりと皆さんのお気持ちを届けていただければ、私がね、代弁させていただきます。私の拙い YouTube でございますけども、少なくとも、1万人の登録者の方いらっしゃって、ここ1週間でも1000人ぐらい増えてるのかな。まあ、ですんで、届けるところには届くと思いますんで、これからもね、しっかりとやらせていただきます。皆さんと一緒に、これからも特別定額給付金第2弾出るように、どんどん声を上げていこうと思います。出るはずないよって言われれば言われるほどやりますからね。じゃあ出るまでやるぜみたいな、もっともっと声を上げるぜってなりますからね。で、出ると決まったらお礼を言いましょうね。それでは今日は以上です。